生きてる人間だけでは十分ではない。お前たちが全員揃ってる時、他人のために自分の命を投げ出すことができるとは、しかもその人の名前がカリギュラとくればな。遥かなる爽やかな空、人生が微笑んでいる。準備はいいか？いつでも。僕は知っています。あなたはすでに行く道を選んでいます。ほっといてくれ。全てが終わった時、忘れないでいてください。僕はあなたを愛しました。自分を委ねて自由に生きてみるつもりはないの？もう何年も前から自由に生きる訓練をしている。そういう意味じゃない。純粋な心で生き、そして愛する。それはとってもいいことかもしれないのよ。純粋な心なら誰でも自分なりに手に入れている。俺の場合は本質を追い求めることによってだ。しかもそうするからといってお前を殺す妨げにはならない。それが我が生涯の仕上げかもしれないな。奇妙だ。人を殺さないとき、俺は自分を孤独だと感じる。世界を満たし、倦怠を追い払うのに、生きてる人間だけでは十分ではない。お前たちが全員揃ってるとき、俺は計り知れない虚無を感じてしまう。その虚無の中で、俺にはもう見つめることができない。俺は、俺が殺した者たちの間でしか安らげない。死んだ者たちは真実だ。やつらは俺と同じだ。俺を待ち、俺をせかしてる。俺に向かって泣きわめき、恩赦を求めるあいつらの舌を俺は切り取らせた。そんな誰彼と俺は長い対話をする。いらっしゃい。横になって。頭を膝に乗せて。大変そう。そうっすね。なんでしょうね。どこが一番、でもみんな言ってるのはやっぱこの本当傾斜なんで腰が腰、ね、傾斜大変だ。そうなんですよね。腰に来るんですよね。それはやっぱ年齢問わずみんな言ってます、はい、体的なものが。そうですね。単純に、はい、肉体的なものが。ボー君っていう役は初めてじゃないですか。まあそうですね。そうですね、はい、まあそうですね、初めてかな、はい、自分にないものですかね。まあ、ボー君って聞くと確かにね、暴れる君ですから、まあなんかすごく破天荒なねイメージがありますけど、でも今回やってみるとなんかすごく、まあ、僕がやってるカリギュラがそうだからかもしれないですけど、なんか馴染みがあるというか、そういう意味でのボー君、旗から見るとボー君だけど、こっちの内側的なものでいくとすごい共感するものがたくさんあります、はい、でも今にぴったりだと思います、どういう意味で。それいろんな意味で、はい、いろんな意味で、いろんな意味で。それをぜひなんか見た人なりの答えが多分あると思うんで、そういうなんかちょっと分かんないけど、考える時間っていうと言い過ぎかもしれないですけど、僕らもやっぱ意味があってやってるんで、なんかお客さんも俺らも同じ人間だよねっていうところが、共有できたら一番いいですかね。